また例年通り、東麻布熊野神社に向かって歩いております。東京タワー大変綺麗に映っております。多くの通行人の皆さんが、タワーの様子を写真に収めていたり、しております。多くの人が東京タワーから六本木方向に向かって、この外苑東通りを歩いております。毎年見られる光景ですね。よいしょ、わーすごい、ご苦労様です。ロシア大使館の前に差し掛かっております。警備の警察官の皆さんもご苦労様です。東京タワーかなり近くに見えるようになってきました。ロシア大使館ですね。ご苦労様です。この辺は歩道が狭いんで、人は往来が多いと少し歩きづらい、これも一つの政策課題かなというふうに思います。イーグラ交差点、イーグラの交差点に差し掛かりました。はい、ハッピーニューイヤー。はい、外国の皆さんが至る所でハッピーニューイヤーと叫びながら歩いています。右折をして熊野神社に向かいます。はい、熊野神社到着です。もう多くの人が並んでます。明けましておめでとうございます。こんな感じですね。甘いね。東麻布の熊野神社を後に、外苑東通りを六本木方向に向かって歩いています。今は、飯倉片町の交差点の角に立っています。さて、六本木5丁目の交差点が近づいてきました。また例によって例年通りですか、歓声のようなものが聞こえてきております。はい、警察官の数も増えてきましたね。ファミリーマートの前がだいぶ盛り上がってるようですね。何か起きたんでしょうか。
誰かを叩いています。騒乱状態になっています。泥酔者でしょうか。ゴリーチャス、ゴリーチャス、ごめんなさいね。ドンキホーテ方向ですが進めないような状態です。車道から行きます。ご覧のような状態です。この先また混み合ってます。年越しそばということでお客さんがたくさん入っているようですね。
六本木の交差点の様子です。うわー、すごい人だな、こりゃ。おやおや、ワンちゃん、おやおや、かわいらしい、ね、よかったね。おやおや、かわいらしい。あら、赤い洋服着てもらってんの。あら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 、あらあらあら、こっちは男どもかな。こっちは男どもこれは紋付き袴みたいな。こっちはパンチパーマかかってる。みんなおしゃれですね。明けましておめでとうございます。ワンちゃんにとってビートしてありますよ、ね、どうもすいませんね。いいえ、はい、アマンド前です。東アダムから麻布台を通って、六本木までやってまいりました。六本木の交差点周辺、今年も例年通り、大変多くの 人々で賑わっていました。今年は、どんな年になるのか、皆さんと一緒にいい日本、いい世界を作るために、行動していきたいというふうに思います。1月1日、六本木交差点から山本ひるみがお伝えをいたしました。